はい、抜崎神社の駐車場からの、まあ、富岡市街の眺めです。いやー、気持ちいいですね。まあ、来る途中にね、まあ、上信電鉄の石宮駅があったんですけど、まあ、とてもね、まあ、ノスタルジーを感じさせるような駅舎でしたよ。まあ、ここはね、まあ、ちょっとした畑になってて、まあ、里芋が、まあ、雨水を叩いていますけど。そしてね、そちらにね、あ、鳥居があるんですよ。これは違った意味で、まあ、興味深い、まあ、神社ですよね。はい、こちらがね、今使っている虫除けスプレーなんですよ。まあ、こういった感じでね。こうにしとかないとね、もうかなりね、やってくるんですよ。まあ、塗ってないところがないようにね。すごいですよね。また終わりそうかな、これ。じゃあちょっとね、今、まあここのね、抜崎神社のことはね、ここに書かれてるんですよ。あったった。一宮、まあ、普通主の神、まあ、武神と、姫狼、まあ、養蚕、旗織の神を祀る。神仏金光寺の、まあ、胸像跡、三重の塔跡がある。まあ、こんな紹介ですね。まあ、今さっきね、まあ、見て、まあ、おー、いった。高崎旅館菊荘だって。あ、稲荷神社って書いてある。これは、吉崎でいいのかな？吉崎稲荷狼。あの写真は誰ですかね。あの写真の方が分かりましたね。まあ、鳥一機をね、まあ、奉納されたんですけど、まあ、平成9年の、まあ、10月7日かな。まあ、東京の風見明子さんという方と、まあ、高崎のね、まあ、旅館の菊荘という方。まあ、そうですね。写真にも、まあ、風見明子さんって書いてありましたね。まあ、女優さんなんですよね。私もなんか、聞いたときあるような名前、お名前ですもんね。こちらの石碑は、まあ、大きいっていう字が書いてありますけどね。
上の部分、あ、彦の字の、まあ、払いかな。まあ、猿田彦狼の、ね、そんな気がしますよね。はい。ね、ここに書いてあるもんね。まあ、東京のね、まあ、風見明子様。はい。こういった、まあ、神社もあるんですよ。